最大の CH-47 というヘリコプターに乗っていただきます。特に大きいヘリコプターですので、風と注意する点が何点かありますので、そちらについて今から説明をします。まず、こういった青い帽子に迷彩服を着た係の者が各所におりますので、その方の指示には必ず従っていただくようによろしくお願いします。また航空機の周辺では、走ったりしますと大変危険ですので、ゆっくりと行動するようにお願いいたします。また、ヘリの周辺ですけれども、風速20メートルぐらいの台風並みの風が吹いています。今搭乗券をお持ちの方につきましては、ポケットなりカバンに入れてください。もう、これ以降使うことはありません。また手荷物を持っている方、そのまま乗っていただいても構いませんが、左手に手荷物預かり所がありますので、そちらに預けていただいても構いません。あと帽子をかぶられている方につきましては、飛ばされないようにあらかじめ脱いで、ほっか頭をしっかり押さえていただくようなところでよろしくお願いします。また小さいお子さんにつきましては、風で飛ばされてしまう可能性もありますので、しっかり手をつないで目を離さないようによろしくお願いします。